こんにちは。楽天証券経済研究所の吉田悟と申します。どうぞよろしくお願いします。今回は食料についてお話をいたします。食料危機が世界を揺らす。3つの要因と4つの影響と題します。こちらをご覧ください。合計5つあります。1つ目はこちら。 国連事務総長が食糧危機に警鐘を鳴らすです。先週、国連でですね、グテーレス事務総長が言いました。食糧の危機が到来しつつあるということですね。ロシアがですね、ウクライナに侵攻をしたことによって、今後ですね、数ヶ月以内に数百万人の人々が飢餓に陥る可能性があるというふうに言いました。危機がまさにまあ迫っているということを言ったんですね。で、量が 不足する、まあ、こういった危機ももちろんありますけれども、価格が上昇するという危機もあると思います。こちらなんですが、価格は大きく今上がっているんですね。で、これは FAO、国連食料農業機関が集計をしています、食料価格指数なんですね。実質ベース、名誉ベース、共に統計史上最高水準で推移をしています。で、これは食肉、穀物、 乳製品、砂糖等のですね、全般的な指数なんですが、これが大きく上がってきているということでですね、食料の価格は世界的に上がっていると、高水準であると言えると思います。といった部分でですね、価格の側面から見ても、危機が今起きていると言えると思います。では、こちらなんですが、その危機を引き起こす3つの要因と書きました。こちらの通りに、生産量と、 輸出量と囲い込みということですね。この3点において供給量を減少させる方向に向いているということですね。これが価格の上昇、価格の危機をですね、起こしていると言えると思います。生産量はウクライナでの生産量の減少懸念。ロシア、ベラルーシにおける仮費を含んだですね、化学肥料の輸出制限の懸念。 アメリカのトウモロコシサカスケ進捗の遅れえ。輸出量はウクライナ。今年来年の使用口からの農産物輸出が急減する見通し。かこれみ合わせ、ロシア、インドにおける、まあ、供給へのですね、減少ということですね。で、この星マークはいずれもウクライナ危機に関わっている材料です。え全体的に様々な供給量を 減少させる材料があって、まさに今価格が上がっていると言えると思います。では、具体例を申し上げますと、こちらなんですが、これは窒素と仮肥料の減少ですね、のことを言っています。で、こちらですね、ロシアとベラルーシの仮肥料の輸出のシェアを見ているんですが、世界の2割弱を占めています。え窒素、仮肥料につきましては、こちらはですね、 植物が生育していく段階において欠かせないですね、栄養素なんですが、人間がですね、人為的に加えることによって効率よくですね、その植物が吸収をするというふうに言われています。ですので、効率よく生産量を増やしていくためにはですね、必要な余分と言えると思うんですね。その必要なものをですね、ロシアとその同盟国であるベラルーシが2割を占めているということですね。この供給を 絞ると、供給をしないというふうに言う懸念があってですね、その彼らが供給を絞った場合は、ブラジルや中国やインド、アメリカでの生産量ですね、農産物の生産量の減少に大きな影響を与えるというそのコースがあるわけなんですね。で今まさにですね、ロシア、ベラルーシは一部の化学費用の輸出を制限しているというふうにもう言われています。ですので、 今後、まあこういった主要な農産物の生産国からの農産物の供給量が減少する懸念が日に日に高まっていると言えると思います。で、もう一点なんですが、今度はですね、ウクライナの農産物の輸出量なんですが、急減しているんですね。急減するというふうに言われています。これはですね、米農務省、USDA の見通しを見ているんですが、トウモロコシ、えー、小麦、ひまわり油、いずれも 急減するというふうな見通しが出ました。で、これはこちらですね、ウクライナの生産力と輸出力が低下する見通しであることを示しているわけであります。ロシアに侵攻されことによって、国土の広い部分でこういったものの生産がうまくいかないと、こういった懸念があるわけですし、実際に今ですね、ロシアがウクライナ南部の まあ、輸出口をですね、閉鎖をしていると言われていますので、それによって輸出力が長期においてですね、低下する懸念があるというふうに言われています。ですので、ウクライナは進行によって生産力と輸出力、両方が低下する見通しがあって、それによって輸出量が大きく減少する懸念が高まっているということなんですね。これもですね、今後の世界全体における 供給量の減少懸念につながっていくと思います。でですね、ウクライナはですね、トウモロコシの輸出シェア13%ぐらいですね、小麦は8%前後、ひまわり油は46%前後というですね、高いシェアを誇っていますので、この国における輸出の減少というのは、世界全体の供給量の減少につながっていくと考えられます。では、次なんですが、 影響をですね、4つ考えてみました。1つはですね、インフレを加速させる要因になり得るということですね。もう1つは市民の暴徒化の懸念を生みます。もう1つは SDGs の機運の停滞の懸念を生みます。そして最後は穀物メジャーなどの株のですね、関連する企業の株の上昇、関連する金融商品の価格上昇と、まあこういった 影響があると思います。で、この3つはですね、こういった経路において不安の拡大要因になるということですね。あの、様々な、ね、文脈において不安拡大要因になり得るということなんですね。もちろん、まあ、こういった関連の株であったり、関連商品の価格の,の上昇というのもですね、一部見込めるわけなんですが、まあ、ざっくり言えば全般的には不安を生むというふうに言えると思います。 で、実際にですね、この危機というのがどれくらい長引きそうかということを考えていくわけなんですが、私はすぐには危機は終わらないと考えています。もともとですね、ロシアの軍事侵攻といいますのは、大きく分けて2つのですね、長きにおける重い材料があって起きていると考えているからです。一つは脱炭素ですね。これが進んだことによって、こちらですね、分断が生まれました。 この分断があることによって、ロシアは脱炭素を否定する動きを強めていました。ということは、脱炭素をですね、西側が取りやめない限りですね、ロシアはその脱炭素を攻撃し続けると、その懸念があるわけですので、ずっとですね、長きにわたってロシアは軍事侵攻を続けてですね、分断を利用してですね、脱炭素を攻撃し続けると。 まあこういった懸念があると思います。で、もう一点は、えー、およそ100年前ですね、えー、資本主義を破壊する最善の方法は、通貨を堕落させることというふうにレーニンが言ったんですが、まさに今ですね、これが起きているんですね。通貨の堕落というのは、物価の上昇、つまりインフレなんですね。インフレを起こすことによって、資本主義にダメージを与えられるといったわけなんですね。で、まさに今、 軍事侵攻があることによってこういっった影響が起ききててでですすねね西側は大ななダメージを負っているわけなんです、ねまあ、こういう状況をロシアはすぐにやめるのかと問われればですね、なんと言いますか、破壊するというですね、その強いキーワードがあったわけなんですが、破壊するというところまでですね、ロシアは、まあなんと言いますか、引っ張る可能性は私はないとは言い切れないと思っています。ですので、 まだまだですね、ロシアは軍事侵攻をですね、続けて、脱炭素を攻撃する、資本主義を破壊する、攻撃すると、まあ、こういった経路というのは続くと思います。これによって、ウクライナ危機、ウク価格の上昇というのは今後も続く可能性があると考えています。で、次なんですが、関連する商品なんですけれども、まあ、こちらの通りにですね、肥料ですとか種ですね、 に関わるその企業の株価というのは大きく上がっているんですね。で、軍事侵攻が始まってから大きく上がっているわけですので、えー、まさにこれは食料のですね、量の部分の危機を、えー、意識をして、種であったりですね、その肥料を前もって蓄えておこうと、まあ、こういう動きがあってですね、こういった企業に注目が集まっていると、まあ、こういったですね、可能性があると思います。さらに、まあまあ、具体例を言えばですね、 関連する ETF がありますし、関連する個別株があります。海外にも ETF があります。あとはですね、国内海外の商品先物があります。でですね、ぜひ、用途に応じてご注目いただければと思います。では、今回は、食料危機が世界を揺らす。3つの要因、4つの影響と題しましてお話をさせていただきました。次回もどうぞよろしくお願いします。